では PM2.5、黄砂、そして花粉など大気汚染による健康被害というものに不安が高まっているわけなんですが、特にですね、呼吸器系の弱いお年寄りや、あとお子様を持っているご家庭では、さらにさらに深刻な問題なのではないでしょうか。というのはもう皆様もご存知かと思いますが、2時間に1度、お部屋の空気を入れ替えるというものなので、強制的に外の空気をお家に取り込むことになるわけです。そこには PM2.5 やまた黄砂などが多く含まれているかもしれないです。で皆さんご存知でしょうか。私たち人間は1日におよそ1万4000リットルもの空気を吸っているんですね。そしてその1回の呼吸に含まれる汚染物質というのは小さな粒子のものほど数が多いです。ですから PM2.5 や黄砂など目に見えないものほど体の中に取り入れてしまっているかもしれないです。では電子式囚人フィルター、こちらをですね開発いたしまして、 PM2.5 など小さな汚染物質、こちらをしっかりと補修する電子式囚人フィルターというものを皆様にご提案。プロネクスの外気清浄機というのは PM2.5 よりももっともっと小さい 0.3 マイクロメートルの汚染物質であってもなんと 95% 以上しっかりと補修することができます。さらに電子式囚人フィルターというのは圧力損失が低いですから、目詰まりもせず1年後換気風量の低下を招くことなく換気風量は変わらないんですね。これは安心です。